抜け大事です。はい、OK です。OK です。はい、どうです。すぐそこです。すぐそこ。歩いていけるか。俺は無理。お前、勇気あるよな。え？まあ、似合うよ。俺はまあ、それ着たいと思わないもん。俺、一生懸命長さんのあれ、コマーシャルして、ここに頑張ってるんですよ。俺はお前のあれだと俺は着たんじゃないかと思って。あれはあるんだよ、一着は。もうちょっと寒くなったら着ようと思ったら。中秋さん、何がもうすぐですよ、12月よ。だからなんだよ。長さんは誕生日じゃん。中秋さんも12月3日ですね。頭ですね。俺の場合は、お前とお前誕生日の前に、あれが全く違う。俺の場合、1、2、3だよ。よく覚えてる。12月3日です。俺も1、2、3。俺、1、2、2、3ですね。はいはい、あでも、まあ、右肩上がりですね。はい、もうさらってきてる。お父さん、お茶、水、コーヒーありますけど。いや、高子、ちょっとお茶を。はい、どっちがいいですか、麦茶と。あ、高子、申し訳ない。ちょっと、微糖はなければ、コーヒーお前飲んだろ。いや、飲んでないですよ。あ、じゃあ、コーヒー。はい、コーヒーお前飲んだろ、やばい。飲んだでしょ。いや、飲んでないです、飲んでないです。お前飲んだよ。死んだよ。あ、本当ですか。スタジオじゃないですか。お前、いや、揺れてます、めっちゃ揺れてます。でも、あんまり気づかないですよ。いや、揺れてはいないけど、まあ、ちょこっと来ただけだ。めっちゃ揺れてますね。地震、震度1か2ぐらい。地震も多いし、一応今4時半ですよね。負けると思います。負けると思います。負けると思います。3時目標ぐらいで頑張りたいな。道場行けますね。いや、俺っす、これね。はい、高橋さんじゃお願いします。あ、はい、まあ、昨日も、あ、そうか、はい、昨日も行けます。もうでも歩いて行けるか。練習する格好よかったかな。ただ俺も寄って練習できたのかな。いや、お前これでいいよ。練習できるの。はい。ああ、確かに。スウェットを下だけあった方がいいですよね。失敗した。貸してくれる人いないんですか。知らない。貸してくれるんじゃないですか、ね。カバンに入れると思ってる。俺のサイズのやつ、新築品ばっかじゃん。新築品。帰りに寄ってく。いや、これジャージとかあれ。まあ、ってやってるから全然誰も何も言わないよ。あれをついてた。はい。いや、本当に俺が帰った後言ってるかわからないから。いや、はい、よく電話来ます。なんか調査よりほんまひどいっすね。喋り感。何を今頃言ってんだ。いや、あれは本当にイラつくっていうか理解できないから。本当イライラしてる。あれはさすがに俺もあれだな。あいつ喋り感話しかけてくると俺も理解はできない。それはいとか、はいとかそういうの返事は、うん、分かるけど、本当に理解できない。リモート会議のパソコンで、はい、本間さんと番組のスタッフが会議したら、はい、それは本間さんの声全部雑音って判断されて、言うとされちゃってる。マジっすか。本当そう。本当だよ、俺も理解できない。うん、超面白かったですよ。理解できないよ。震度3だったんですか。あ、そう、はい、でかいっすね。東京震源は、震源地は、震源地しかない。神奈川県東部ってなってますね。違うよな。もう震度3とかじゃ驚かないですもんね。そうですね。もうみんな鈍感な慣れてきて鈍感になってるから。俺は本当にもう震度6、7になったら全く動けないよ。本当はいつくばっちゃうよ、床に。マジで。俺昔メキシコで紹介した時、俺はあの時20階ぐらいのマンションに三平ちゃんと
あれと思って、こうやって横になって、こういうソファー横になって、こうテレビ見たの。あれと思ってさ、そしたらなんかちっちゃいシャンデリアがさ、こう窓開けると風がすごい涼しいからさ、そしたらさ、ソファーの横窓があるんだよ。それで外公園なんだよ。あの仕事終わって帰ってきてな、三平ちゃんキッチンで料理作っててさ、俺こうテレビ見たらさ、なんかあれなんだよな、外の景色見るとちょっと違うんだよ。20回ぐらいだけど、普段こうやって塗ったってそう見えない範囲のところが見えるんだよあれと思ってこうやってまたこうやってやると、どん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 こう見えてるんだよ。ああ、そうしたらドーンって来て、クワーって揺れ出して、もう動けない。よく倒壊しなかったんですか？いや、倒壊したよ。隣の塔はオリンピックの時のあれだもん。ね、倒れたんですか？もう一棟は、一棟は倒れたんだよ。へー、崩れたんだよ。そしたらさ、あの時もうあれだ、思考がもう止まっちゃうな。三平ちゃん連れて出ようと思ったらさ、立てないから、三平ちゃん何か知らないのか、ベッドルームの方はいつくばってこう逃げていく。サペちゃんこちらこちらって。それエレベーターも完全にダメだからさ、非常階段がそばにあるんだけど、ああもう足の骨は折れてもいいなと思って、もう飛んでたよ、飛んで下まで降りてたよ。だけど結果的に倒壊しなかったんですか？いや、壁、外壁は全部壊れたんだよ。メキシコの大きな有名な地震だよ。ほんと多分いい加減作ってるよね、メキシコ。まあそうですよ ね、 ね、トルコの時も結構倒れてますもんね。いや本当に動けないよ、うん、本当走れないし動けないし。そしてさ、仕事終わってまあ夜遅い時間に帰ってくるだろう。だからもうすっぱだからさ、メキシコは夜気持ちいいんだよ。夜気候がもう真っ赤なパンツ、もうパンツ一丁でこう、それ一回まで降りたらさ、もう俺なんかもう三平ちゃんと二人でパンツ一丁でそしたらそのうちエレベーターを動き出してさ、みんな毛布かぶってさ、ゆっくりドロドロ、俺たち二人で本当だよ、何にもできない。地震起きたら都内に住んでる人間は絶対車で逃げようと思わない方がいいよ。もう高台はどっち方面かっていうのを考えとかないと。あ、東日本の震災の時もお嬢さん電話もらったらそうおっしゃってましたもんね、うん、高台はどっちなのかっていう、うん、みんな低い方に。高層マンションなんかで上に住んでたら俺もうエレベーター止まったら歩けないから諦めるよ。確かに諦めるよ。その時と不思議とさ痛みとか忘れてさ、本当お前20代のお前体力でさ、いや本当なんよ、あれ痛み忘れたじゃん。膝痛くとか回るっていけないよ、したら俺。そうですね、上からもうなんか40回、50回とか俺なんて本当にベキンみたいな真っ赤なパンツ。三平ちゃんもさ、びっくりした、あの時は本当に。いやでも来るなやっぱり、はい、今またあれだろう、あの南の方で島が一個出来上がりかけてるんだよな。あ、そうなんですか。へえ。そうっすね。すごいよ。時間的には全然ですね。巻きで巻きで行った方が皆さん幸せ、皆さん幸せですよ。皆さん幸せ。さすがに。武藤さんメイク。武藤さんあの着替えた後にメイクは抑えるぐらいっていう あの片岡先生。まだやんの？まだやんの？長州さん完了です。長州さんは、はい、大丈夫です。抑えるだけでしょ。抑えるだけです。はい。あの、綺麗なときは。いや、持ったのはあれだらしいよ、お前は。引退しちゃった。かなり来たじゃん。はい。
そういうの行かなきゃダメだから、ダメだからもういいからって、もう銀行から呼び出し食らってさ、銀行から呼び出し食らったんだよ、3、4年ぐらいで、東京に2カ所ぐらい定期預金って、老後のために定期預金っていうのをやって、定期だぞ、定期っていうのは積み立てるだけじゃん、それがさ動いてないからってさ、俺は熱海から本人を連れてきてくださいって言われてさ、動いてないとダメなんですか、なんか動い出し入れがな、え、出し入れることは入れてるんですよね、入れてるけど、お前定期っていうのはお前積み重ねていくはあるじゃん、ある会社から毎月入ってくるんですよ、それを調査全く動かしてなくて、ただ定期だけの金額は引かれていってるんですよね、だから調査自身の出し入れが一回もないんです、入ってくるだけで、それを 3,4 年ずっと出しがないんですね、だから犯罪に使われてると思って、いや、そう、僕もそう思ったんですよ使われて思われてたっていう、はい、プラスだけど国はそういう貯金を減らそうとしてるからね、はい、お前今時お前熱海にお前移住してるのは、俺がお前熱海からまたそんなだから全部出していくらか知らない、教えてくれないからさ、かないだ全部出して熱海に全部土地書いてある単価切って、まあ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 、まあ、ちょっとこちらの方へまたそんな単価切ったんですか、ああじゃあ分かった、どうも長い間ありがとうって全然使ってない、俺だってもう忘れかけた、だけどあんまりこう動かしたりすると、いやだって俺住所変更で熱海の人間じゃん、まあ、はい、まあちゃんとしてるもんね、まあまあそうですね、はい、ちゃんと申告してあるやつです、はい、大事ですね、はい、その社長バッチリやってます、いや、あの奥さんの方が、あ、はい、あんなことってあんのかな、あ、もう初めて聞きましたね、今うるさいんでしょうね、銀行もね、うんうん、不正なお金、不正なお金、はい、